言われて、この人はポケモン何使うかな。研究員のつねおさん。研究員のつねおさん、顔色悪いなぁ。あー、金銭かくんのお友達だったかもしれない。ミントちゃん、ミントちゃんはちょっと厳しいかもしれないね。厳しいかもしれないけど、戦えるかな？戦ってみようか。しびれごなで、まずはちょっとこう、動きにくくさせてもらって、シンクロだった！シンクロだったので、ミントちゃんが麻痺してしまった。スプーン曲げは来るけど、スプーン曲げは、大丈夫そう。大丈夫そう。命中率だから、まあまあまあ、よしとしましょう。吸い取っていきたいな。サイケ光線は厳しい。あーどう、頑張った頑張ったけど、ちょっともう危ない感じがするね。ここは金銭花くんを出していきましょうね。エスパー対決どころかユンゲラー対決になってしまうけれども、レベルとしても状態以上のことを考えても、こちらが有利かなと思いたいところなんだけど、どうかしら。ただ、混乱しちゃった。頑張って、自分を強く持って、頑張ってほしい。ダメだった。自分を強く持てなかった。次こそ頑張って。またスプーンを曲げられる。スプーン曲げって昔すっごいやってみたくてさ、ちっちゃい時にさ、こうすごいちっちゃいスプーンで、こう柔らかいスプーンがあってさ、金縛られてる、それを力ずくで負けたことがあるっていうね、そんな思い出を今ふと思い出してしまったけれども、厳しいね、金縛られてるし、命中率は下がっているしで、ちょっと厳しい戦いではあるんだけれども、体力としてはまだなんとかなってるかな。サイコカッターが使えないのがちょっと辛いところだけど、でももうあと1回、いやでもリフレクターは物理だから大丈夫かな。もうあと1回、よしなんとかなったんじゃない。よしよかったただ、この後の戦いはちょっとメンバー的に体力が厳しいような気がする。これは許されないと言われてしまいましたが、出世のためならどんなことだってする。いつか銀河団の本当の素晴らしさ、凄さを思い知れと言われております。どうしよう。ちょっと体力が危なくなってきたので、一旦回復してからまた戻ってきましょう。さてさて、みんなの体力を回復して戻ってきました。そうだね、そろそろ強い人が出てくるんじゃないかなって思ってたので、これは体力回復しておいて大正解な気がする。この左の人は自転車屋さんかな？そんなような気もするんだけど、こいつら銀河団ってみんなのポケモンを奪って何をしたいんだ？この人とはでも いきなりバトルになる感じではなさそうだね。ここにピピとミミロールがいるのがちょっと可愛いんだけど、お話ししたい。みょーん。ちょっとしょんぼりしてるのかな？ピピは？ピー。ちょっと落ち込んでるような。話しかけたらバトルが始まる感じだね。では頑張ってみましょう。ちなみに戦闘は今もシアンくんです。何か用かしらと聞くまでもないわね。ポケモンを取り返すのね。いいわ、相手してあげましょうと言われて、幹部さんとバトルになってしまいました。この人は銀河団幹部のジュピターさん。この前がマーズさんだったから、あれだね、星の名前になってるんだね、きっとね。ズバットが一番最初に出てくる。シアン君が一番前だと思ってたけど、そうだ、体力あれしてたから交代してミントちゃんにしてたんだった。完全に嘘をついてしまった。吸い取っていきましょう。やっぱりちょっと
厳しいかな、吸い取るだったらやってくれるって言われておりますが、ではではちょっとしびれさせておきましょうと思ったら引っ込められてしまった。スカタンクが出てくる。まあでもスカタンクの方がハントちゃんとしては戦いやすいような気もするんだけれども、どうかしら。解放者、解放者撃つのか。あーミントちゃんごめんよごめんよ、大丈夫かな。しびれ粉でちょっとしびれさせておきましょう。もう一回火炎放射が厳しいけど、麻痺しててちょっとゆっくりになってる可能性もある、あるある。そしてちょっと吸い取るで回復させてもらおうと思ったけど、効果がいまいとつだからあんまり回復しない。うわー厳しいな、厳しかったな。ではではここは今度こそシアン君、シアン君にしていきましょう。バブル光線が一番安全かなかなと思うんだけど、どうかしら。バブル光線で戦っていきたいところ。またスパッとが出てくるときは金銭花くんに変えていきたいなと思っております。毒ガスが来るね、毒つらいな。頑張ってほしい、頑張ってほしい。レベルとしてはまあまあまあシアン君で問題はないんだけれども、状態異常がなかなか辛い、状態異常合戦みたいになってしまっておりますが、なんか食べた、なんか食べたね。オレンの実、お盆の実、お盆の実結構回復する。バークアウトは当たらなかった。バークアウトっていう技をがどんなのだったか全然わからないけれども、ダブル光線でここはなんとかあと2回ぐらいなら倒せそうな気がする。体が今しびれてくれているので、ちょっとこちらも毒のね、あの削られはあるんだけれども、バブル光線、バブル光線、よしよしよし、これでなんとかスカタンクは倒せて、ズバッとは金銭花くんがいてくれるから大丈夫だと勝手に思っておりまして、カミちゃんのレベルが上がったに、シアンクの体力がちょっと不安。次がズバッとだね、ズバッとが出てくるので、ここは金銭花くんに変えていきましょう。そしてそのままね、金銭花くんで戦っていければ一番安心なんだけど、それは誰が出てくるかによるかもしれない。ここはサイコカッターにしていきましょう。よしじゃない、よしなんだけど、とてもよしなんだけど、もうちょっとだったのにな。あ、でも2人だった。3匹ポケモン連れているとばかりちょっと思っていたけれども、2匹だったので、これでなんとか勝っていけたかな。よかったよかった、お疲れ様みんな。お子様に負けるだなんて、なんて怖いわねと言っておりますが、これで自転車屋さんは解放されたかな？ああとか思っていたら、カーミンちゃんが進化しようとしておりますので、キャンセルしていきましょう。強いのね。2はポケモン像の調査も終わった。発電所のエネルギーもマーズが集めた。一つだけ教えてあげる。ボスは神話を調べ、伝説ポケモンの力で神王地方を支配する。あなた、銀河団に逆らうのはやめておきなさい。では、失礼。君のおかげでピッピを取り戻せたよ。それにしても銀河団。ピッピは宇宙から来たポケモンだからよこせって。そうだね、あの、ピッピは宇宙から来たポケモンっていうのはこう結構、ね、前から言われているもんね。意味がわからなさすぎる。まるで宇宙人だなぁと言われてしまっている。まあいいや。君、ありがとう。お礼をしたいから、後で自転車屋に来ておくれ。ミミロルは？ミミロルは誰の子だったんだろう。ミミロルはまた別の人の子だったのかな。ねえ、さっきのピッピがーって言ってたから、ミミロルは別の人のところに帰ったのかな。あと、誰だったかちょっと気になるから、できれば探したいところではあるのですが、ではでは戻っていきましょうと、その前に、ここの居合切りができるね。向こう側にアイテムがあったのが、
ちょっと前に見れたのを編集していきたいと思います。ねえ、八重切りでさ、ビッパ出てくるのさ、あざましい46泥棒を見つけた。ねえ、八重切りビッパ出てくるの、こうアンバーくんがね、今もこう手助けしてくれてるみたいで、ちょっとほっこりするんだけど、個人的にね、ちょっとこう寂しい気持ちとほっこりする気持ちが交差してしまう私。ミミロルのトレーナーいないかな、ちょっと不安、わかんないけど。ではでは戻っていきましょう。まずは回復させてから、あ、この子のだったんじゃないかな、そんな気がする。ミミロルこの子だったのかな。俺のポケモン戻ってきた。嬉しくて、一緒に自転車でサイクリングロード下りたいよーって言ってくれてる。よかったー、帰ってこれたんだね。ではでは、私も回復させてレポート書いていきましょう。ピンピンリコピン。ではでは、レポートもできたので自転車屋さん行ってみましょう。ピピいるピピともお話。ピピー、あ、喜んでる。よかった、よかった。で、話していきましょう。先ほどはありがとう。君には感謝してもしきれない。ぜひとも自転車をプレゼントさせてくれたまえ。ちょっと、こっちについてきて。こっちについてきてと言われて、外なんだね。お外で、自転車の色は君に選んでほしいんだ。どれにする？青。赤、黄色、緑。どうしようね。ね、こう、虹色みたいなのがないしな。お洋服が、ね、ピンクだから、それにこう、合う感じに赤にしようか。それとも、エースシアンくんの青にしようか。ちょっと迷ってしまうけれども、どうしようかな。お洋服に合わせて赤にしていこうかな。それでもいいかな。赤でいいんだね。はい。よし。素晴らしい。まるで人影の炎を思わせる情熱的な赤を選ぶなんて。なんかこう、おしゃれなことすごい言ってくれる。他のやつちょっと聞きたかったな。君にぴったりだ。と言ってくれてあります。自転車を乗りこなしてくれたまえ。と言って、見てしまったね。自転車。バッグの大切なものから自転車に乗ろう。 B ボタンでギアを変えてスピードアップだって。いや、ちょっとね、乗ってみたいに。今これが普通の速度なのかな。もうちょっとこう直線だったらいいんだけど、これぐらい、これぐらいで、ギアを変えて、なんかこうパチパチってなって、速くなってる気がする。危ない。速くなってる。そして、もう一回したら、元に戻ってる。わかんない。わかんないな。あ、でも、この、パチパチってなったら、速くなるはず。ふわっとしておりますが、その二つなのかな。ね、三速、四速って言ってたから、一速、二速みたいなのがあるのかなって思ったけど、そういうことじゃないのかもしれない。危ない。今ちょっとおじいさんにバンって当たっちゃったかもしれない。ではでは、こっちがまだ進んでないから、こっちに行くのでいいのかな？この人はお話しする？お話ししてみたいんだけど、自転車が降りれない。メイさん、お久しぶりです。何ですか？その顔は。誰？って言ってますね。言ってない。七鎌田博士の助手であり、後期の父親ですよ。博士に頼まれて、君の冒険を手伝うために、はるばるやってきたのです。それではメイさん、君は何匹のポケモンと出会いましたか？なんと40匹。素晴らしい。ブラボー。七鎌田博士も喜ぶでしょう。これをどうぞ。不思議な飴手に入れた。来てくれてありがとうございます。そしてこの人たちともお話しした。自転車ちょっと降りたいな。自転車を降りるのはこうして、バッグの大切なものから選ぶしかないのかな。今のところそうなのかしら。で、一旦
録しようか。登録して、これが一番やりやすいかな。ちょっとこう、登録しておいて、釣竿今のところいいかな。解除しておきましょう。で、自転車も降りておきましょう。よしよし。そして、お話。あ、こっちの人もお話としては同じだね。ではでは、下側行きましょう。ここは、あれだね、サイクリングロードだから自転車ないと進めないタイプの場合。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。